市の養鶏場で高病原性の鳥インフルエンザウイルスが確認され、県が鶏の殺処分を行っています。高病原性の鳥インフルエンザが確認されたのは和泉市の採卵農場です。この農場では昨日複数の死んだ鶏が見つかっていて、遺伝子検査の結果 H5 亜型の病原性が高い鳥インフルエンザウイルスが検出されました。県は今朝からこの農場で飼育されている鶏およそ3万8500羽の殺処分を進めています。また半径3キロ圏内にある23の農場には鶏や卵の移動制限をかけ、10キロ圏内にある96の農場には搬出制限をかける措置が取られています。防疫措置を進めているところでありまして、今回の件を何としても封じ込めてまいりたい。塩田知事は今日午前、農林水産大臣政務官と会談し、発生原因の究明や風評被害への対応など協力を要請しました。養鶏の鹿児島県は一大産地であるわけでして、できる限りのですね、対応を取っていきたいと。養鶏場での鳥インフルエンザの確認は県内では今年1月薩摩町で確認されて以来となります。